か、あの車まだいたの。俺がここ登ってきて帰ってたのさ、もう多分1時間以上止まってるでしょ。してんならそこ本当に。あの車もそうじゃん。絶対ナスタイヤでしょ。グッチさんです。で、グッチさんチャンネル。どうも、グッチさんです。現在、平湯インターのトイレ休憩所を抜けて、高山市街地に戻っていきます。旅行される方の県外ナンバーとかも多いんですけど、なんかね、夏タイヤ率高いね。まずあそこでハザードと、若干緊張をしながらこう運転してますね、いつもね。転げ落ちやすいんで。一番好きです。あのシャバシャバじゃない、ちゃんと氷点下で走りやすい、いい積雪状況ですね。出るとね、意外とね、雪道そんなに険しくないですからね。これぐらいの感じであればね。いや、寒いね。差が引き立ちますね。さあ、平湯トンネルでございます。
出口、この出口がね結構気をつけなきゃいけなくて、この先も、まあ、雪道は当然なんですけど、これ下りなんですよ。なのでここで過剰にスピードが出てると、まあ下手すると、ね、スリップだったりとか、あとは制御できなくなって事故を起こしてしまうので、この辺を気をつけなきゃいけないのかなと思います。そんなスピード出す人もいないんだろう。こういう時にマニュアルモードを使ってね、なるべくブレーキだけで対応するんじゃなくて、エンジンブレーキでねこう対応していくっていうのを心がけております。死ぬよ。まあ、もしあれでね、夏タイヤであそこでも立ち往生したっていうんであれば、まあ、残念ですけど、15時とかです。バッテリー切れ、バッテリー切れだったな。ハザードどころじゃない。なんだろう。まあでもね、本当に、あ、俺発着したもん。絶対に夏タイヤで、雪国来ちゃダメですからね。こういう時期、もう降り始めですから。同じ高山でも平湯、奥飛騨はもう違いますから、本当に違いますからね。山奥ですから。ニューカワラ辺から急に変わりますよね。いやー、ロードサービスの人とかレッカー系の人はもう大変ですよ。特に県外ナンバーの人とか追われるでしょうね。まあもういろんな動画で言ってますけど、スタッドレスタイヤって確かに、まあ、安くはないです。高いです。だけど例えば究極の話すると、もうインターネットでね、オドエさんとかでお値打ちな海外製のスタッドレスタイヤって売ってるんですよ。僕は台湾製のやつ使ってますけど、本当にいろんなメーカーが出てますからね、激安のタイヤって。まあ、究極言ったら中国製もありますよ。販売メーカーがイタリアなんだけど、製造が中国みたいな、そういうちょっと独特な、手つけてるか、あの人は。独特な販売方法のメーカーもありますけど、なんか実質中身中国製とかね、そういうのもありますけど、だけどそうだとしてもね、こういうああいう状況で日本製だろうが
激安のアジアンスタッドレスだろうが関係ないですからね。もう脱出できて、脱出できるだけで全然違いますから。これも、もうこの車ずっと放置してるでしょ。これレッカーでしょ。立ち往生してるでしょ、絶対に。だから本当にね、もう夏でしょ、夏タイヤつけてるでしょ。この車は分からん。まあ本当ね、冗談なし、雪道舐めちゃダメですからね。そう考えると自分ってこう雪道の動画をいっぱいね、運転して、動画し提供しておりますけども、本当になんか勘弁してほしいなってまあそのああいう立ち往生してしまうと、道がもしね大渋滞起きて道が立ち往生して動かない状態になると、何が一番困るかっていうと地元の人なんですよ。生活の道路ですから、その道路をね封鎖してしまうような状態をしてしまうと、万が一何か起こった時のライフラインにも影響出ますしね。緊急車両もそうだし、本当に自分自己中心的ではなくて周りに迷惑がかかるよっていう前提でもちゃんと意識をしていただければ、この辺になるとだいぶ気はもうないですね。ね、正直言ってこう多分おそらく今立ち往生している人たちの特徴なんですけど、高山市街地からこう平井に向かって、例えば関東に行くとか、なんかあだこうと多分やってると思うんですけど、平井に行くとか、多分その松本市方面、ね、長野と松本市方面から、まあ、関東とかあのこと多分やってると思うんですけど、多分ね本当にね気抜いてると思います。最低限注意は持っててほしいね。そこケチっちゃダメですから、こういうとこ来るときは必要です。万が一事故起きたらもう大変ですから。自損事故は別にね自分の問題だからいいけど、相手を巻き込んでしまったら最悪ですから、それでやめて。まあそれにしても気づいたらもう真っ暗ですめちゃくちゃ真っ暗。今年はね、まあ、今シーズン、これが初の雪道運転なんですけど、今日はだいぶ、これで何本目だ、1、2、3、4本、4本か5本目か、撮影してますけど、今年はだいぶ、撮影、スケジュールは結構過密にやろうかなと思ってます。ありがとうございます。ここまで来たら雪道ないみたいなもんですよ。多分0度か1度ぐらいですね、ここまで来ると。でも路面もシャバシャバですから、まず
ずないですね。ただね、やっぱこう山肌の下とかは気に抜くとね、意外とまだちょちょっと溜まったりするので、川原の時に雪道の轍とか踏んづけたりしてスリップしてとかね、ゼロじゃないんで、やっぱ引き続き気を抜かないように。今ちょうど対向車がね、ガチャガチャガチャーって落としてたんですよ。もちろん巻いてますね。賢い、分かってる、ああいう人チャ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 ーって落としてる、賢いから。いや、早めに巻いた方がいい。あのね、まあこれも結構くどく言うけど、例えばまあ労働サービスが例えば無料だとしてもね、こういう日って例えばまあ今日も土曜日だし、週末のドライバーさん多いわけですよ。で、同じパターンで立ち往生して、例えばレッカーとか関車待ちなんですけど、結局それってそのじゃあ30分後に行きますとかそういうのできないんですよ。結局同じパターンだから、もう下手するともう1時間どころかもう2、3時間待ちとかも普通ですよ、そんなもんが。そういう状況で例えばもし自分がね、仮に激安のチェーン持ってて自分で取り付けて、とりあえずこういうとこまで1回退避することができるんだったら、そっちの方が安上がりですから、ぶっちゃけて言うと。だってまあ例えば路側帯というか、まあなんか路肩広い止めるところにそこで止めるんだったらまだいいけども、例えば普通の道でもうこれ以上上がれないっつって、もうツルツルな状態でもう上がれないってなったら、ね、もう道路に堂々とハザード入って止めてたら渋滞起きますから、しかも事故の誘発になりますし、危ないんでね。激安のチェーンなんて3000円くらいで売ってますからね。まあ普通に Amazon でも売ってるし、なんかヤフオクとかさ、あとはまあ流通ルートとしてアップガレージとかね、そういうところも普通に売ってるんで、まあ、はしご型のチェーンだったらね、普通に安く仕入れることできるんで、買えることできるんで、多分ね、今度はね、実際にこういう風になって初めて、まあ、実感するんでしょうね。まあ、あと時間がわからない人もいますしね。ちなみに僕は、こうい、まあ、僕はもう飛騨地方とか、まあ、中部地区自体はもう運転慣れてるんで、まあ、ここはいっぱい降るなとか、ここは降らないなっていうのはある程度予測できるんであれなんですけど、今はもう時代はもう本当に、ライブカメラってものがたくさんあるので、もう事前にねチェックして、行った方がいいです。知らない土地は雪が降る可能性があるとか、その時は。なんか今日普通にレンタカーナンバー多いですけど、レンタカーでさ、こういう雪道でさ、ノーマルで来ました。事故っちゃいました。どうすんの？レンタカー借りたことないからさ、そういうのがよくわかんないんだけど。どうするんだろう、みんな。そういう特約の追加プランに入るの？わからんけど。マイナス1度って書いてますね。ちょっと今のうちに雨ちゃん舐めよう。最近パイン飴ばっかり食ってます。
あれ何年前ですか、5年ぐらい以上、5年ぐらい前か、梅雨の時期にね、土砂災害で非常に、いろいろと被害が出ましたね。山肌が崩れ、158号線の道路も大量の土砂が流れたりとか、本当に大変な、状況が一時期ありましたけど、まあもう雪ねえわ、ラッキー。すごいでしょ、これだけ違いがあるんですよ。多分ものの15分20分ですよ、急に変わりますから。まああとはもう喋るネタないな終わり